い、おもち参道が来ました。早速中に入ってみたいと思います。こちらが河合のハイブリッドピアノの新商品で出ました NV5 になります。早速音色を聞いてみたいと思います。デザインを見てみたいと思います。本当に黒ツヤで生ピアノっぽい雰囲気ですごく綺麗なデザインになってますね。横から見ていただくと分かるんですけど、すごく薄くなってます。こんなに薄いんですね。なかなかハイブリッドピアノでこのサイズのピアノってないですよね。後ろ見ていきます。こちらのパネルがタッチパネルになってますので、とても操作がしやすくなっています。こちらで音色の変更ですとか、デモ演奏を流したりっていうのができるようになっています。ちょっと簡単に音色変更してみたいと思います。クラシックの音色ですね。雰囲気変わりましたね。このような形で演奏する曲に合わせて音色の変更ができるようになっています。後ろを見ていただきますと、こちらが鏡板スピーカーになっています。音の広がりがしっかり出るような作りになっています。近くで可愛さがスピーカーのこちらのマットが高級素材になってまして、破けにくくてしっかりした素材になってます。見てみてください。しっかりしてますね。こちらのノーバスのモデルになりますと、ハワイの生ピアノと同じようにペダルを実際に踏んだ時に鍵盤が軽くなりまして、ペダルを離すと鍵盤が重くなるような作りになります。